クリスティアンダリオ・アルバレスは、アルゼンチンド・サリオ出身のサッカー選手。レアル・サラゴサ所属。ポジションは GK。2006年2月23日、コパリベルタ・ドーレスのセイロ・ポルテー・ニョ戦でデビュー。そこでの活躍が認められ、2008年に、スペインの RCD ・エスパニョールに移籍した。移籍当初は、カメルーン代表のイドリス・カルロス・カメニの影に、 隠れのな金か,なか出場機会に恵まれず、年間数試合程度の出場しかできなかったが、2011年夏にカメニが挙手騒動で首脳陣との確執が表面化。カメニは構想外となり2011から12シーズンからは晴れてレギュラーを勝ち取り、またイヴァンデラペニャの引退によって同時に新首相にも就任した。さらにカメニが2012年になって、 マラガ CF に移籍したことによりその座は不動のものであると思われたが1月15日の FC バルセロナとのバルセロナダービーにおいて左ふくらはぎの肉離れで負傷退場してしまったそれでも自己最多の23試合に出場し新シーズンは晴れて背番号1をつけることになった2013年7月7日 c a さん ロレンソであるマグロと3年契約を結び母国に復帰した。2015から16シーズン限りで同クラブを退団し、翌シーズンは個人的な理由によりピッチを離れた。2017年8月3日、セグンダ・ディビシオンのレアル・サラゴサと延長オプション付きの1年契約を交わした。ありがとうございます。